ございます。よさこい好きな方ですよね。大好きでしょみんな。そう、今日来てくれてます。もう若干ね素敵な衣装が見えてますが、よさこいが来てくれましたので、皆さんぜひ楽しんでいただければと思います。もう早速準備の大丈夫ですかね。もう準備大丈夫ですか。準備 OK ですね。 OK、 それでは紹介させてください。紹介文ですね。柴田町から参りました柴田よさこい美少年です。はい、オリジナルの演舞曲元始定覧は今の桜の見頃を迎えている花の立ち柴田の美しい情景を表現しました。曲の歌詞にも注目しながらお楽しみくださいということで、今の桜の情景、柴田のこうその良さですね、情景が浮かぶぐらいな踊り見せていただきたいと思いますので、では紹介お願いいたします。マイクか、ありがとうございます。皆さんこんにちは。柴田よさこい美少年です。現在柴田町では4月14日まで桜祭り開催されております。ぜひ皆さん来週お時間ありましたら柴田町にお越しください。今日はその柴田町の美しい情景を表現した元始定覧という曲演舞させていただきます。そして今年10月12日13日この仙台市内で道のくよさこい祭りという、全国からたくさんのよさこいのチームさんが集まった、あちらにも実行委員の方いらっしゃるんですけれども、イベント開催されます。ぜひそちらも皆さんたくさんのよさびと集まって楽しいイベントとなっておりますのでお越しください。桜祭りと道の子桜祭り覚えて帰っていってください。では演舞させていただきます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。それではやっていただきたいと思います。改めて紹介させてください。柴田よさこい美少年です。拍手。よろしくお願いします。お願いします。カモン。
拍手お願いします。ありがとうございました。かっこよー。